姑が元中学校教諭で定年した今も嘱託として中学で働いている。私たちの結婚式に参加してくれた私の大学時代の友人の A 子が姑の元教え子らしくて、ぜひ会いたいから、いえ私夫婦とは別居に連れてきてなどと言われている。 A 子も就職浪人で暇だったんだから、私の顔を立てるつもりで来てくれたらいいのにと思ったが来てくれなかった。そしていつの間にか就職してた。 A 子によると、姑は A 子の中2の時の担任だったが、中3時には学年も違ったのに口出ししてきて鬱陶しかったらしい。いじめられていて、卒業式の練習でも名前を呼ばれた時にもヤンキーからヤジを飛ばされていたから、卒業式に出ないこと中3の時の担任や学年主任に許可をもらったのに、保健室の先生と一緒に車で家に迎えに来て、近所の人も見ている前で2人で大声でエイカちゃん出てきて、先生と卒業式に参加しようと説得しに来たとか、中3の時に担任は親に言わなくてよいと言ってくれたトラブルを勝手に親に伝えてしまったりとか、すでに担任でもないくせに口出しされたと言われた。A 子によると、姑の評価は人によって異なるらしく、姑を嫌っている子も好きな子もいたらしい。A 子は当時苦手寄りだったと言っていた。A 子の気持ちもわかるんだけど、姑は心配しているし、私の嫁としての立場があるから、たまに遊びに来てもらうのってダメなのだろうか。それを言ったら、卒業してから一度も連絡もなかったじゃん。連絡されても困るけど、私のことを悪い風に言ってもいいから、姑先生に私の情報は教えないでと言われた。会うたびに A 子ちゃんに連絡してくれた。 A 子ちゃん今どうしてる、 A 子ちゃん仕事どうと聞かれるこっちの身にもなってほしい。あなたも相当のクズだね。友達の姑だからって苦手だった先生の家に定期的に遊びに行くとか、どんな罰ゲームだよ。そっとしておいてあげなよ。会うたびに聞かれて困っています。 A 子は小学校の時の先生、姑の知人と未だに付き合いがあって、お家にお邪魔させてもらったり食事をすることがあるそうなので、その先生とも会うなら私の姑と会うのもできるんじゃないかと思います。姑のおごりで食事に行ったり、姑宅に行ってお菓子を食べさせてもらったりとか、 A 子は金銭的な負担なしで半年に1回ぐらい姑と会って連絡先を交換する程度は応じてもらえませんかね。姑は小学校の先生から A 子が時々遊びに来てくれると聞いているらしく、私のところにも来てほしいんだけどねと寂しそうに言ってます。 A 子が嫌なら交通費は姑に内緒で私が持つので、バイト感覚で行ってもらえたらありがたいです。 A 子と連絡が取れなくなったと言えばいい。 SNS ならアカウントが消えたと言えばよい。私電話番号やメアドならいつの間にか変えられていたと言えばいい。626には小中高台で嫌いな先生とか苦手な先生には出会わなかったのか。 A 子にとって姑はたとえお金をもらっても会いたくない先生だよ。姑に会いに来ることを打診したら、A 子に付き合いごと切られた、と、神妙な顔で報告しとけ。実際そうなんだろうし。異性親に似たタイプを結婚相手に選ぶ説の信憑性が上がったわ。616夫は、自分の母親と似たタイプと結婚したんだな。まさかと思うが、姑にお茶とかに誘われると、嫌だから A 子を派遣すること、姑からの626夫婦への干渉を防ごうとかしてないよな。